Wikipedia English writes about dolmen as follows. Concentrations of megaliths, dolmens and some lavalins dating between the end of the 4th millennium and the beginning of the 2nd millennium BC have been found but little studied throughout the Caucasus Mountains, including Abkhazia. What are they? What are they for? Here is my answer. コーカサス地方だけで3000個以上ものこのようなドルメンが見つかっています。このドルメンは何なのか、そして何のためのものであったのか、その答えは実はこの日本にありました。この表面に描かれている模様に注意してください。私はこの模様は日本の鳥居に大変よく似ていると判断しましたが、偶然の一致と判断するのは待ってください。こうして比べてみるとですね、要するにこの模様はトリリス、三脊柱、つまり鳥居を表しているということになります。日本の鳥居、つまりトリリス、三脊柱は世界中で見つかっています。で、こんな事実も浮かんできました。右上は三宝と言われる皆さんご存知の神具です。この三宝という神具はですね、ドルメンに大変よく似ているのではないでしょうか。125シリウスさんからこのような情報をいただきました。つまり祭壇、つまりお供え物をする台ということになります。となるとこのドルメンは何かのお供え物をする台ということになります。マルタ島で同じものが見つかっていますが、マルタ島のこの、三石柱はですね、つまりは生贄の子供を捧げた台であったということが分かっています。つまり生贄の祭壇ということになります。こうして全世界のトリリスがつながっていきますが、それだけではありません。トリリスと同じものが日本中にあります。言うまでもなく円墳です。日本は地震国ですから、それが倒れないように土で覆ったものと私林浩司は考えています。その作り方のコンセプトは全く同じということになります。それについての動画はこの後につなげておきますから、興味のある方はどうかご覧になってください。左はマルタ島のトリリスです。中央下は円墳の、トリリスということになりますが、それだけではありません。一番上左のこのパターンに注意してください。ギザギザ模様が描かれています。これはドルメンの表面に描かれているパターンです。あちこちで見つかっています。それと同じものが日本の神棚にも使われています。ジグザグ模様です。こうして日本の神と世界の神々がつながっているということになります。つまり神飾りですね。それがドルメンの表面にも描かれているということですが、それだけではありません。さらにこうした円墳の中から石棺が見つかっています。右下は法隆寺の隣にあります藤の木古墳の中から見つかった石棺です。中央は福建省で見つかった石棺です。そして全く同じものがトルコのアソスで見つかっています。このアソスの石棺の底に残っていた物質の化学分析によって、この左アソスの石棺は食人石棺であったことが分かっています。つまり人間の骨を溶かすための石棺であったということが分かっています。こうして世界のですね、石棺、トリリス、そしてコーカサスにあるドルメンとつながっていきます。分かりやすく言えば食人石棺ということになりますが、そのことを知っていた人物がもう一人いました。
レオナルド・ダ・ヴィンチです。イエスの洗礼の絵の中、中央に、そのドルメンが描かれています。半分水に浸かっているため、やや見にくいですけども、これも穴あきドルメンです。ではこのドルメンは何のためであったか。それはその二人の子供を見ればわかります。二人の子供は明らかに虐待を受けています。目は腫れ上がり、そして頬に傷があり、鼻は砕けています。この絵は修復後の絵ですから、綺麗になっていますが、修復前の絵を見ると、さらにそれがよくわかります。つまりこれら二人の子供は、餌の子供であったということになります。そのことをダ・ヴィンチと、それからベロッキオは、このイエスの洗礼の絵の中に描き込みました。こうして、ドルメンと世界の石棺とつながり、そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵とつながっていくというわけです。続く動画の中でさらに詳しく説明していきたいと思います。Bye for now. Until quite present days of human history, humans have had no moral or ethical concerns about eating, drinking, or otherwise using the bodies of dead people even into the 19th and 20th century. And so did deities in ancient times.Tertullus is known as a monument or part of a monument consisting of two upright stones supporting a horizontal stone as at Stonehenge and other ancient sites.
Each tourist is associated with Japanese tree and Japanese coffins, especially circular empun, which are relatively small at under 15 meters in diameter, while ribbon ring of kingship shaped mounds are sometimes very large, even exceeding 400 meters in length. Kofuns are said by Japanese archaeologists to be tombs of the members of ruling class in ancient Japan. They are built in the form of earthen mounds from the 3rd century to the 7th century. This period is called the Kofun or Tumulus Period.以前から気になっていましたので、今日思い立ってこんな実験をしてみました。以前から私はですね、トリリスと、トリリスですね。日本の鳥居とは関係があるのではないかと主張してきました。構造的にもよく似ていますし、コンセプトもよく似ています。そして、トリリスと鳥居ですからね。まあこれは偶然の一致なのかもしれませんけども、呼び名も似ているということです。そしてそのトリリスと日本の円墳とは関係があるのではないかとも主張してきました。まあコンセプト、構造もよく似ていますが、日本の円墳の方は、まあ土を持ってですね、円形に作られています。で、一方、トリリスの方は、世界のトリリスの方はですね、岩がむき出しになっています。じゃあなぜ日本のトリリスは土で覆われていてですね、まあマウンドになっているかですけども、それはやはり私は地震があった、あるいはあるからではないかと考えています。石を積み上げただけのトリリスはですね、日本には向かないということですね。そこで、日本ではそのトリリスに土を持って、そして円墳にしたというわけです。そしてそのトリリスのコンセプトが日本の鳥居へとつながっているということです。まあそれが私、林宏の考え方です。で、今、そのよう実験をしてご覧いただいてますけど、左は日本の円墳と考えてください。そして向かって右はトリリスと考えてください。やはり土を持った方がですね、いわゆる円墳形にした方が地震には強いということです。で、実際にトリリスと円墳はですね、土のあるなしを除きますと、コンセプトってますか、その形が大変よく似ています。つまり、日本の円墳はトリリスに土を持ったものである。ということになるわけですね。by 林宏説です。で、その目的は何かですけども、まあ、人間を閉じ込めておくための檻であったというふうに、私、林宏氏は考えています。またそのような方向で謎も解いてきました。で、まあ、このように、このような実験をしてみたわけですけども、もう一度繰り返しますと、日本の円墳とトリリス、そしてトリリスと日本の鳥居、大きな関係があるように私は判断しています。少し古い動画ですけども、その動画をこの後につなげておきますから、よろしかったらどうかご覧になってください。まあ日本ではね、鳥居って言いますと、鳥が止まるから鳥居っていうふうに呼ばれたというふうに説明されていますけども、それは後から理由ってことになるのではないでしょうか。まあともかくもこれがトリリスです。世界中で見つかっています。そしてそのトリリスに土をかぶせたのが日本の円墳ということになります。そしてそのトリリスが鳥居とつながっていると。コンセプトは同じだと判断しています。まあ、これが今のところ私、林宏の結論ということになります。それでは皆さん、Bye for now.
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Japanese torii. A torii is a traditional Japanese gate most commonly found at the entrance of or within a Shinto shrine where it symbolically marks the transition from the profane to the sacred. The presence of a torii at entrance is usually the simplest way to identify Shinto shrines, and a small torii icon represents them on Japanese road maps. There, however, are common sight at Japanese Buddhist temples too, where they stand at entrance of the temple's own shrine. No one knows, however, about torii, where they came from, what for they are there, and since when, though you can see hundreds of thousand torii throughout Japan. They had been there before shrines and temples were constructed. 日本の鳥居、調べてみると奇妙なことがわかります。日本中に何十万とある鳥居ですが、それが何であるか誰も知らないというのです。神社や寺がそこに建てられる前からあったと言われていますが、何のために、またどうして、いつから日本にあるのでしょうか。つまり本当にただの門なのでしょうか。そこでさらに調べてみると、世界にはトリリトンと呼ばれる岩があることが分かりました。ギリシャではトリリスと呼ばれていたそうです。トリリスです。2個の巨石の上に大きな岩を水平に置き、門のようにしたものです。日本では三石塔と言います。ウィキペディアによりますと、UK のストーンヘンジやマルタ島の巨石遺跡がその代表的なものであるということです。が他にもエジプトや北インド、フランスやアイルランドにもあります。ボリビアのティワナクの太陽の門も忘れてはいけません。こうした巨石遺跡は基本的にはトリリスですね。が、こうした形は岩で門を作るとそのような形になると言われればそれまでです。つまり偶然の一致というわけです。事実、日本の古墳の入り口の形は大変よく似ているというよりは皆同じです。不必要と思われるような巨石を使って作られているという点を除けば、偶然の一致と言われても仕方ありません。が中にはトリリスと細部に至るまで大変よく似たものもあります。比較してみると偶然の一致とはとても言えないものまであります。それはともかくも鳥居はどうでしょうか。トリリスと鳥居は基本的なコンセプトは同じです。2本の柱の上に水平の梁を置いています。日本が神々の本拠地であったことを考え合わせるなら、日本にトリリス、つまり木製のトリリスがあったところでなんだおかしくありません。もちろん石でできたトリリスもあります。で、調べてみますと、またまた丸太島が出てきました。日本とマルタ島、不思議な関係にありますが、それについてのビデオはこの次につなげておきます。そこで今の段階では、ただの仮説ということになりますが、日本の古墳や鳥居はトリリスの原型となったと考えてみてはどうでしょうか。その鳥居、あるいは古墳の入り口の形が東ヨーロッパへ渡り、トリリスになったとです。が、こう考えてみると、トリリスの謎はもちろんのこと、鳥居の謎もきれいに解けます。いかがでしょうか。あくまでも仮説です。で、その上で、トリリスと鳥居、トリリスと鳥居、トリリスと鳥居。こうした音による語呂合わせは大変危険なことはよくわかっていますが、音もよく似てますね。つまり、偶然の位置とは片付けられないほど様々な面で、日本の鳥居、それに古墳の入り口の形は、東ヨーロッパの古墳遺跡と、あら古代遺跡と深く絡んでいるということです。その可能性はますます大きくなってきました。が、今の段階では仮説、つまり偶然の一致ということにしておいた方が無難なようですね。ここに資料を提示しておきますので、あとは皆さんの想像力を膨らませ、その
謎解きを楽しんでください。で、今皆さんにご覧いただいているのが左から丸太島の巨石遺跡、そして中央が古墳の入り口、右が鳥居ということになります。で、結論ですけども、まあ、この鳥居ですね、何のためにどうして、そしてこの鳥居はですね、神社や寺が、まあ、建てられる前からあったというのです。で、これは何のためにどうしてですけども、まあ、日本がですね、先ほども言いましたように、神々の本拠地であることを考えるならば、日本にトリリスがあったところでおかしくないわけですね。そしてこのトリリスが東ヨーロッパへ渡って、まあ、トリリスになったと。鳥居なんですね。まあ、これはあくまでも仮説ということになりますけども、これから先、その証拠を集めていきたいと思います。で、このように書いてあるわけですね。もう一度お読みください。鳥居の起源については、諸説があり、考古学的起源については、はっきりしたことは分かっていない。神社の建物が作られるようになる前からも存在してたってわけですね。で、まあ、この鳥居を選んでみましたけども、丸太島のトリリスと大変よく似ているってことですね。まあ、コンセプトは全く同じだってことです。そして先ほども言いましたように、この鳥居とトリリス。音も似てますね。まあ、これは偶然の一致ということになるのかもしれません。まあ、学者がですね、トリリトンというように異様になったというふうに、まあ、説明してあります。鳥居、トリリス。まあ楽しいですね。こういうふうに考えてきますと。まあこれは偶然の一致なのかどうかということですけども、皆さんの判断はいかがでしょうか。ということで、今日のこのビデオはありますが、鳥居の謎は深まるばかりですね。なぜ日本には鳥居があるのか、そして日本中にあるのか、ということなんですね。そしてその理由は全く分かっていないということです。続くビデオをどうかご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about rock coffins in the world. Rock coffins, which are said to be just coffins for the dead. Are they really coffins? Albert Einstein wrote as follows. No problem can be solved at the same level of consciousness that created it. The mystery of rock coffins,is one of them. あの、アルバート・アインシュタインは、こう書き残しています。どんな問題も、それが問題となった時と同じ意識では、解くことはできないと。つまり、そこに問題があったら、まず意識を変えろと。まあ、世界に残る石棺、つまり岩でできた棺桶をテーマに、それを考えてみます。つまり、世界に残る石棺は本当に棺桶なのでしょうか?という問題なんですね。というような回りくどい言い方はやめます。世界の石棺の中には、人身供養の犠牲となった人間の骨を溶かす石棺もあります。トルコのアソスで見つかった石棺がその一例です。つまり、その石棺の中にある種の薬剤を入れ、そして、人間の骨などをそのまま溶かしていたというのです。またそういった目的で作られた石棺もあります。もっともこんなことをいきなり言っても誰もそれに納得しないでしょう。本当に林浩氏は頭がおかしくなったと思う人もいるかもしれません。が、ちょっと待ってください。これからその事実を順に説明していきますが、その前に話は大きくそれますが、ダヴィンチとミケランジェロの描いた絵についての説明をしておきます。この2枚の絵は、後で石棺の謎を解くための重要な鍵となります。つまり、ダヴィンチとミケランジェロがですね、日本から遠く離れたところで、そして、まあ日本とその石棺をつなぐ鍵を、謎を解く鍵を残したというわけです。ここに紹介する絵がそうです。ダヴィンチもミケランジェロもアナ・アキ・ドルメンの絵を描き残しています。アナ・アキ・ドルメンです。ダヴィンチはイエスの洗礼の中で、そしてミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井画の中にです。そしてこんなところにも注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている二人の子供は悲しそうで、その目は虐待を受け腫れ上がっています。一方、ミケランジェロの描いた
システィーナ礼拝堂の絵には、アナーキドルメント、そして人間の生首を持った女性が描かれています。後でもう一度この絵の説明をしますが、この絵の中には、アナーキドルメンの謎を解く重大な重要な鍵が隠されています。特に左側に描かれている奇妙な人に注意してください。この人についての説明も後でしますが、つまりダヴィンチもミケランジェロもこうして自分の描いた絵の中にアナーキドルメン、そしてアナーキドルメンの秘密を解く鍵を隠し込みました。なぜならダヴィンチもミケランジェロもアナーキドルメンの意味を知っていたからです。まあ、つまりその奥にはですね、つまりはゾッとするような神々の、まあ、血生臭い歴史が隠されていたのです。では、画面を見ながら説明します。法隆寺です。その法隆寺の、まあ、西側にですね、藤の木古墳と呼ばれている、まあ、円墳があります。ここには大きな石棺が収められています。で、最初にこの法隆寺の石棺に、まあ、着目してみます。で、藤の木古墳ですね。そして、このような石棺が収められています。で、石棺というのはもちろん岩でできてますから、重いですし、蓋も、まあ、重いですね。まあ、法隆寺の場合、この藤の木古墳の場合はですね、部屋も広くて、まあ、蓋を上げ下ろしできただろうというふうに考えています。まあ、しかし、何十人もの人が必要ですからね、それだけの人が入れたのかなという疑問もあります。で、中国のですね、福建省に、まあ、藤の木古墳の石棺と同じものが見つかりました。バイマオって言うんですかね。ここです。バイマオです。で、このバイマオにですね、私は法隆寺にある石棺と同じものを見つけました。これがその石棺です。で、皆さんは、ま、こういう、ま、情報を、ま、読んだり見たりするとですね、じゃあ、法隆寺の石棺は中国から来たものだというふうに考えられると思います。まあ、その前に比較してみます。左上が、福建省、バイマオで見つかった、石棺です。右下が、まあ、藤の木古墳の石棺ですね。で、ここのところにですね、まあ、私が考える限り、意味不明と言いますかね、意味のよくわからない突起物があります。まあ、この下に材木を買って蓋を開けたのか、あるいはロープをかけて蓋を開けたのかもしれません。しかし、作り方のコンセプトが全く同じです。で、こういうのを見ますと、皆さんはすぐトライって言葉を使われますね。まあ、トライでないとは私も言えませんけども、まあ、こうした文化、文明はですね、大陸から日本へもたらされたというふうに考えるわけです。で、日本にはこうした同じような、まあ、コンセプトで作られた石棺がたくさん残っています。まあ、トライであるにせよ、ないにせよですね。ともかくも、中国のバイマオで私が見つけた石棺と同じだということですよね。まあ、そうした石棺が日本にはたくさんあるということです。まあ、ついでにインカの方にも足を伸ばしてみます。これがオランテイタンブですね。オランテイタンブ。タンブです。で、ここの石像、まあ、加工物って言いますか、建築物にも、やはりこう、意味不明な突起物があります。これは何のために作られたのか、ってことが私は理解できないで言います。そして、先ほどのそのコンセプトですね。バイマオ、それから、藤の木古墳にある、まあ、石棺のですね、まあ、意味不明な突起物と、まあ、コンセプトが大変よく似ているということです。右上が、藤の木古墳の石棺についている突起物。そして下がですね、福建省バイマオで、まあ、にある石棺の突起物です。大変よく似てるということですね。で、トルコのアソスの話をします。ここにアソスがあります。で、ここでですね、いわゆるまあ、人間を溶かすためのですね、
いわゆる石棺が見つかったというのです。この情報は当初、マコテさんからいただきました。これがアゾスの、まあ、石棺を作っている現場ということになります。で、これらの石棺はですね、中から、まあ、化学薬品のですね、まあ、残留物が検出された。ということだそうですね。で、それから、まあ、これらの石棺がですね、まあ、人間の体を、まあ、溶かすための石棺であったということが分かっています。食人石棺というふうに、まあ、一応訳をつけましたけども、そういうことになりますね。で、その記事が、Ancient Origins に出ていました。で、それを訳していましたが、マコテさんがおっしゃるには、まあ、レプタリアンの骨が今まで見つかっていないのはなぜかとかね。まあ、そうしたことがここに書かれています。で、その、アソスで、そうした石棺が見つかったと。アルミニウムを多く含む石灰、石板でできた、ということが書いてありますね。で、その、Ancient Origins の方を訳してみました。で、墓の中の肉体がですね、尋常でない状態で発見されていると。普通はまあ、50年から200年かけて分解するけども、アソスでは、たった40日で跡形もなく消してしまっていたそうです。まあ、そのための石棺だということですよね。となると、まあ、アソスの石棺の、まあ、その目的って言いますかね、考えていくと、世界の石、にの、まあ、残っている石棺も同じように考えられなくはないのか、ということにもなっていくわけです。で、まあ、アソスの町の、まあ、説明を、皆さんに読んでいただいています。で、まあ、このアソスの港から出て行ったということですよね。国会へも当然行ったと思いますね。で、マグネシウムなどの鉱石を敷いた縦縄というふうに書いてあります。で、この、アソスの石棺とですね、同時に、ま、なってますか、同じ系列の中で考えなくちゃいけないのが、コーカサス地方でですね、3000個以上見つかっているアナーキドルメンということになります。まあ、アナーキドルメンはですね、石を組み合わせて作ってありますけども、石棺と同じように石をくりぬいて、岩をくりぬいて作ったのもあります。まあ、これが日本に残る、まあ、石棺ですね。で、その石棺もその延長線上にあるのではないかというのが、私の当初の考えと言いますか、考えでした。で、まあ、こうしたまあ石棺をまあ日本で見ますとですね、先ほどの中国で見つけたそのバイマオの石棺と比べて同じであるという点からですね、まあ、当然と言いますか、まあ、今までのね、日本人の思考回路からすればですね、こうした石棺を作る技術、デザインなどは、中国大陸から、まあ、渡来人によってもたらされたというふうに考える、だろうと思いますね。で、日本、中国、それからインカ、アソスとこのように並べてみます。そうしますと、大変興味深いことに、作り方のコンセプトがよく似てるということですね。いわゆる家型石棺というんでしょうか。家の形をした石棺を使っていた。そして、突起物で右3つがつながるということです。で、ドルメンの話をここでしなくてはいけません。先ほど言いましたように、ドルメンと、それからアソスの、いわゆる食人石棺とは、私はつながりがあると考えています。この地図を見ていただくとわかりますように、左がアソス、そして黒海を挟んで、右がコーカサス地方ということになります。このコーカサス地方では、3000個以上のドルメンが見つかっているそうです。これがそのドルメンなんですね。アナーキドルメンです。ダヴィンチ、それからミケランジェロが自分の絵の中に書き込んだ、アナーキドルメンです。で、これは何かということなんですけども、現地の、まあ、記事を読みますとね、食糧庫に使っていたとか、あるいはですね、敵に襲われた時に子供をこの中に入れて、そして敵から、まあ、かくまったというふうにも書かれているのもあります。で、ちょうどその子供がですね、通れるぐらいの穴しかないわけです。で、これはですね、何かということなんですけども、そのヒントが実はミケランジェロの絵に残っていました。
まあ、それをこれから紹介しますが、上がコーカサスの、まあ、ドルメンですね。下がアソスの、食人石棺ですね。そして右が、日本の、いわゆる、まあ、石棺です。このように、まあ、残ってるってことなんですね。で、いきなり、まあ、ここで結びつけることが危険ですから、ここでダヴィンチとミケランジェロの絵について説明しておきます。これが、まあ、システィーナ礼拝堂ですね。で、この絵に注意してください。で、この二人の、まあ、女性らしき、まあ、私は男性だと思ってますけども、二人がですね、生首を持って歩いています。で、そして左の、その左には、このような絵が描かれています。今日は、この絵が一つのポイントになりますから、皆さん、注意深くご覧ください。この人は誰か何かってことなんですけども、これは左の方は人頭ではありませんね。よく注意深くご覧ください。この丸がですね、ドルメンの丸と一致する。すなわち、左の人はですね、っていうか、左の絵はですね、ドルメンの内部から外を見ている絵ということになります。ところが変なんですよね。注意深くご覧ください。この首を見てください。細いですね。これは、ですから首ではないと判断します。いいですか？ここが今日のポイントですよ。これは首ではないということになります。下に拡大しましたので、注意深くご覧ください。となると、これは何かですけども、この丸いのは穴ということになります。穴ですね。で、ドルメンの内部からこのドルメンを描いているということになります。この白いのは何かですけども、指なんですね。右は私の指を写真で撮って、今、貼り付けてみました。比べてみてください。となると、これは何かと言いますと、首のない人が、まあ、穴の中からですね、外を見てるってわけではありませんけどもね、頭もありませんから。ですから、ということを表現した、いわゆるミケランジェロ独特の隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその生首は上にあるということになりますね。いわゆるまあ、この左の絵はですね、ドルメンの内部だということになります。もう一度注意深くご覧ください。で、この左の人には頭がないということです。で、結論ということになりますが、まあ、これがドルメンですね。で、このドルメンというのは、まあ、いわゆるまあ、食用の人間を閉じ込めておくための檻であったということになります。そのことをミケランジェロはシスティーナの礼拝堂の絵の中に書き込みました。そして中央が食人石棺と呼ばれているアソスの石棺です。そして同じコンセプトで作られたのが日本、中国にあるということなんですよね。ですから、これは相互に関係しているとは言えませんけどもね。まだ断言はできませんけども、関係していないとはもっと言えないのではないでしょうか。まあ、その作り方のコンセプトがよく似てるというか同じなんですね。そして、家型、まあ、石棺であると。それがまた日本の場合は、古墳の周辺、あるいは古墳の中から見つかっているということですね。つまり、まあ、亡くなった人をですね、入れておく棺桶ではなくて、もっと別の意味があったということになります。で、もう一度、ドルメンを見ていただきますけども、このドルメンには、奇妙な模様が描かれています。いわゆるトリリスですね。岩を三つ組み合わせて、このようなトリリスを、まあ、作った、これは絵ですけどもね、あちこちにこのトリリスが残っています。トリルリスからラテン語だと思います。トリ、三つって意味ですね。ですから、三個の石で作ったということです。これはマルタ島のトリリスですけども、こうしたトリリスが世界中に残っています。で、このトリリスの形をドルメンがその、まあ、表面に表現しているということになります。まあ、世界中で見つかっています。で、このトリリスっていうのはですね、石を組めば、まあ、このような形になるというふうに考えられているかもしれませんけども、まあ、儀式的な意味を、まあ、明確に持った石の組み方であるということですね。まあ、こうしたものも作られています。これはまあ、日本ですけどもね。ですから、ま、考え方によってはですね、日本の円墳はですね、トリリスの上に、ま、土を盛ったというふうに考えると分かりやすいと思います。まあ、作り方のコンセプトは全く同じなんですよ。まあ、トリリスですね。トリリス。ということになります。まあ、日本にもこうしたトリリスが残っている。ということになりますね。で、もう一つ簡単に比較してみますと、左がマルタ島のトリリスです。右が日本の、まあ、円墳の、まあ、石の組み方ですね。大変よく似ているということです。マルタ島のトリリスです。
そして鳥がですね、鳥、リス、鳥、イ、鳥イとなったと。それに私は考えています。右は日本で最古の鳥居と言われている鳥居です。まあいかがでしょうか？ですからアインシュタインはこう言いました。そこに問題があるならば、まず意識を変えなければ、その謎を、まあ問題を解くことはできない。ということです。続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now.